で、このフロアが一応作業の出口になる祭壇。それと、生産管理といって、生地の入荷とスーツの出荷とかいろんなコントロールするところですね。間違えると、やばいところですね。まずこっちから、祭壇から。 作業なんですね。手で自動ではね、服は結構難しくて、手で本当に機械を動かしながらやる感じ。途中途中でこうプレスっていう作業をするんだけど、ちょっと見てみて、これ格子だからすごい見やすいんだけど、ああやってこう挟んで状況をかけることによって、なんかこう戻らないと思うね。そしてこうやって上げると綺麗に、綺麗になる。 で、これでちょっと立体的になってるね、すでに。で、次のところ。芯。こういうものを、表の生地につける。で、これ内側に入っちゃうと見えなくなっちゃうんだけど、これ触ってもらうと分かる。結構いろんなものがこう挟んであるでしょ。そうですね。これで、やっぱ立体的になるように服が、これ入れるの。入れて厚みをつける。 確かにあれだけだと超薄いです。そうそうそう、薄いからこういうのを使って厚みを出す。芯っていう、毛人っていうんだけど、で、それをこの状態だとまだくっついてないでしょ。芯がくっついてない状態だから、これをここでとりあえず仮止めしつけっていうんだけど、あの白糸でこう合わせて、でこの時にちょっとブクブクしてるでしょ。分かるかな、こうちょっと浮いてるっていう。 浮いてます。ああやってつけることによってこう、なんて言うんだろうな、ゆとりっていうか、ジャケットが動くように。これ勘ですか。そうね、このヒッパー、そのこの打ってるところも勘だし、もうこれはもう熟練のさ、長年の勘で、素人じゃ到底できない。そうそうそう、ずっとね、何着も何着も縫わないとこれはできない作業で、これで表の生地と話を止める。 この袖をここでつけます。で、ここ丸いものをつけるからすごく難しい。今まではこう平らなところで縫えた。この長さを違うものを縫い合わせるとこうふっくら立体的になる。長さが同じだとあれですもんね。そう、ピタッと。あまりが合ってない。そうそうそう。これついたやつなんだけど、それでふっくらしてるんだよ。そうそうそう。これ長さが違う。 やっぱり細かいですね。その例えば普通、まあ、店とか行くとこの表と裏しか見えないですけど、間にその厚くするためのパッチが入ってたりだとか、その 3D にするための糸だとか、まあ、裏の作業っていうか見えないところが結構細かかったです。
まあ、世界に一つだけって言ったら極端ですけど特注みたいなのをしてみたいですね。